いやー皆さん、またまた僕の夢が叶う時が来ました。ゴートシミュレーター、早速やっていきましょう。このゴートシミュレーターなんですが、まあ、ここで、これを追加することによってキリンになれます。はい。そしてこれを追加することによってダチョウになれるっていう感じで、これ全部追加するとですね、すべてが混ざった動物になることができます。はい。まあ、どういう状況かっていうのはまあ見ましょう。これです。はい。もうね、強そうじゃないですか。まあ、原型ダチョウだけど、ジェットパックもついてますね。はい。ダチョウってか羊か。羊ですね。言い間違えました。でね、これね、面白いことにですね、まあ僕の夢っていうのはまあ、宇宙に行きたいんですよ。ずっとそれが夢でした。で、その夢がね、今ね、叶います。よーっしゃ、行くぜ、宇宙まで。もっと行くぜ、もっと行くぜ、もっと行くぜ。空まで向かって行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 って、地球は青かったということで宇宙まで来ました。はい。これですね、ジェットパックとなんかこう闇の力で引きつける力のなんか反射みたいなのにより宇宙まで飛ぶことができます。はい。素晴らしい。地球青いなー。やばい、 BGM なくなった。まあね、これね、変える方法なくて、毎回ね、こう、リスポーンしないとダメっていうね、めんどくささですが。まあね、そこはね、宇宙行けると思ったら、あれ？あれ？動作を停止しました。まだですね、やってなかったことが、ちょっと一つダチョウであったので、やっときます。ダチョウで、中二病の、あいつになってみようと思います。はい、まだ前回なってなかったので、さあ早速この上の魔法陣的なところに人をお供えする。よし、あと4人、待っといてね、そこで。オッケー。よーし、じゃあこいつでラスト。こいつをあそこに持っていくと、あの中二病のあいつになります。真っ黒のね。さあ、よし。お、来た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 。さあどうなる、ダチョウはどうなるのか。おぉ。まあ、さっきと一緒か、でも。さっきもこれだったもんな、そういえば。うん。ということで、真っ黒なダチョウにできました。丸焦げかな？美味しそう、なんか、もはや。うん、もはや美味しそうっていうね、この、こいつ。この、こういうのみんながいるところで、俺は R を使う。あ、やばい。あ、待って。ははは。ちょ。よーし、塊魂だ、これ。これこそまさに塊魂。さあ、ついてってみんな。さあ、どれくらいでかくできるかな、塊。おーい、みんな、もっと集まってきて。いたーちょ、これ、ホールインワンできるんじゃない？頑張ったら。いける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 、あはは。ずれちゃった。そのまま落ちていく。ワンバウンド。さあ、これで、大きさが変えれますね、この動物の。おっけ、大きくなった。よし、いいぞ。やっぱ大きくないとね、動物は。よし。でかっ、でかっ。マジでかい、マジでかい。やばいやばい。なんか可愛い。でかい方が可愛いんだけど。なんだろう、この必死に歩いてる感。やばい。いやー、ダチョウって言ったらやっぱり空飛ばないじゃないですか、あんまり。あんまりってか空飛ばない鳥じゃないですか。なのでね、ここでね、皆さんには、空飛ぶダチョウっていうのをね、お見せしたいと思います。はい。な、もう世界初ですよ、世界初。ということで。さあ、おー、あれ、なんかかっこいい。足曲げて飛ぶんだっていうか、かっこいい。すげえ、自然。初めて自然なこの飛ぶ鳥を見た。飛ぶダチョウを見た。なんなんだろう、ここ。ここ、ダチョウのために作られたかもしれない、もしかしたら。なんかすごい、ほら、もう優雅。なんなんだろう、これ。おぉ、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 痛い。痛い、痛い、痛い。痛い。さあ、この、緊急脱出ポイントから、俺は出るぜ。頭つけた。待って、上がんない。なんで？おぉ、来た！あれ、まだ。何それ、上下運動。ちょっと待って。おー、いいぞ。さあ、行くのか行かないのか、行かない、そして、行かない、行くと見せかけて、行かない、行くと見せかけて、ちょ。
微妙地味すぎ。なにこれ、なんだよこいつ。やっぱ飛べない鳥だわこいつ。これはホールインワンできそう。来た、ホールインワン来る。ついについに念願のホールインワン来たーよーし、巨大になった？いや、なってないな、あんまり。あんま変わんない。もう一回入っとこう。わーい。こんにちはー。よーし。あはは、ごめんなさい。そうそう。ナイスの移動の仕方。おー、ナイスジャンピング。ナイスジャンピングだ。向こうの人無限に走ってる。あれ、積みパターン来てる、これ。楽しい？それ。ねえ、君、ね、君その行為楽しい？その遊び楽しい？おーおー、何？何やってんの？何やってんの？何やってんの？あ、俺がリーダーだってか？お前誰も聞いてない。お前の話誰も聞いてない。はい、ということで、今回はこれくらいで終わりにして、またね、次回、もしあったらお会いしましょう。まあ次回っていうか、これはもうね、ゴードシミュレーターをね、遊び尽くしたんで、またね、アップデートとか、あったり、あと、モッドとかもね、あるらしいんで、それが、もし追加されたりしたら、いろいろやってみようと思います。はい。なので、まあ一旦ゴードシミュレーターはこれで終わりということで、はい。パート5くらいにわたって、投稿しましたが、ほんとご視聴ありがとうございました。はい。ということで、また次回、次は何の動物になるのかわからないけど、また新たな動物でお会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。